2 5日にかけて施行されたアメリカ合衆国の大統領及び副大統領を選出する選挙である。12月第1水曜日に選挙人投票、2月第1水曜日に選挙人投票の開票を行い、選挙人選出手続きは選挙人投票日の34日前までに実施するよう改定した。 建国後に1回目の大統領選挙であり、建国時の13州すべてが初めて選挙人を指名した選挙でもあった。また、新たに合衆国の州となったケンタッキー州とバーモント州を合わせ15州が選挙に参加した。1789年の第1回選挙の時は、ジョージ・ワシントンが第2期目も反対なく出馬するものとされていた。 当時1800年の選挙まで各選挙人は2票を持っており最大得票の候補者が大統領に2番目に多い者が副大統領に選出されることになっていた。第1期目の時と同様にワシントンが全会一致で再選されたと考えられている。77票を獲得したジョン・アダムズが第2位となり副大統領に再選された。 1792年の選挙は第1回の3年後であった。しかし、ワシントンの任期は1789年4月30日の先制からほぼ4年後の1793年3月までだった。1792年以降、大統領選挙は4年ごとに行われている。この時までに政党が結成されていた。一つは、 財務長官を務めていたアレクサンダー・ハミルトンに引きられる連邦党であり、経済を引っ張る役目を果たす強い連邦政府を望んでいた。もう一つは国務長官を務めていたトーマス・ジェファーソンとアメリカ合衆国会議員のジェームズ・マディソンに引きられる民主共和党であり、州の権限を重んじ、ハミルトンの経済政策に反対していた。マディソンは、はじめは、 連邦党員であったが、1791年に、ハミルトンによって設立された、合衆国第一銀行に反対し、反連邦党のトーマス・ジェファーソンと共に、民主共和党を結成した。1792年の選挙は、党派間の闘争に似た形で争われた、最初のものになった。ジェファーソンの参謀であったジョン・ベックリーが指摘したように、 ほとんどの州でこの議会選挙は、ある意味で、財務省と共和派の利益の間の闘争として認識されていた。ニューヨーク州では、知事選挙もこの線に沿った形になった。ニューヨーク州知事選挙の候補者は、合衆国際公裁判所長官で、ハミルトン支持者のジョン・ジェイト現職で、ジェファーソンと民主共和党に結びついたジョージ・クリントンであった。ワシントンは、 引退を考えていたものの、両方の政党が、両派の総意に対する橋渡しをする役目として、大統領職に止まるよう進めた。ワシントンはその人気中両方の政党から実際に支持され、権利焦点の制定により以前にも増して人気を得ていた。しかし、民主共和党と連邦党は副大統領の座を争った。 現職のジョン・アダムズは連邦党の候補者であり、ジョージ・クリントンは民主共和党の候補者であった。民主共和党の選挙人がジョージ・クリントンに投票することに反対して、その代わりにジェファーソンやアーロン・バーに投票したために、アダムズが容易に副大統領に選ばれる道ができた。各軍別の得票結果。連邦主義者は黄色の濃淡。 反連邦主義者は青色の濃淡。選挙人は全会一致で再びワシントンを大統領に選んだ。ジョン・アダムズは今回は投票人の半数を超える票を得て第2位となり副大統領に再選された。ジョージ・クリントンはジョージワ州、ノースカロライナ州、バージニア州、出身地のニューヨーク州の全選挙人とペンシルベニア州の一票を得たにとまった。 トーマス・ジェファーソンは、出身地バージニア州から分離したばかりの、ケンタッキー州の票を獲得した。サウスカロライナ州の一票が、アーロンバーに投じられた。ザビル・オリジナリー・スペシファイド A30、デイ・ピリオド・フォー・ザ・ステイツ・ツー・チューズ・ゼア・エレクターズ・アナルズ・オブ・コングレス、ハウス・オブ・レプレゼンタティブス、セカンド・コングレス、ファースト・セッション。 P278AB メリーランド州の選挙人2人とバーモント州の選挙人のうち1人が棄権したため有効投票数は132人口の0.5%足らずが投票した1790年の国勢調査ではアメリカ合衆国の人口は390万人うち320万人が自由人70万人が奴隷であった また、選挙人を一般投票で選んだ州は、その州によって有権者の財産に関する幅広い制限を設けていた。ありがとうございます。